今回は次回予告とこねたよ。あ、短いの賛成。ガサラキ、改札とバーチャロン、ボトムズとラスカル、実写ゴールデンカムイなどなどを語るにゃ。メカブチャンネル。次回予告。ガサラキのお話をすっきり理解してメカを楽しむ余地を作る。本当は簡単なガサラキ。週末予定。台本完成する前に次回予告するのやめて。なんとか土曜日の夜にプレミア公開したいのよ。頑張って編集してね。せめて台本できてからえ。間に合わなければ間に合わないわよ。哲学的ね。ただの事実よ。今回は必死なのよ。なんで？ガサラキはどうしても長い動画になるのよ。長い尺を延々喋ってると荒れ心を病むのよ。トイック会もだいぶきついわ。何それ、岡田敏夫氏をディスってんの？いや、岡田氏はほら生放送に軸足を置いてコメント読み上げとか周囲のスタッフとかでギリギリメンタルを保ってるんだと思うわ。一人でカメラに向かって延々喋ってるタイプの動画作成者とかあれ心病むと思うのよ。エライザー・ソトーとか短いからいいけど、あれ30分とかやったら倒れちゃうんじゃない？北海道連氏とか相当にメンタル強者なのにゃ。あ、喋ってる間聞き手の反応がわからないからそのまま喋り続けるのはメンタル的にきっついのね。斉藤直樹先生とか一番最初の頃と最近で全然テンションが違うのよ。多分心を病んだのよ。およしなさい。あれはYouTuber的なトークに特化していったのだと思うにゃ。で、ガサラキ動画の台本なのだけどどうしても長い一人語りになるのよ。しかもいつもだとあんまり解説しない長くとかに言及しているので反応見えない状況で普段しない話、非常に厳しいというか苦しいというか台本制作中にもうメンタルやられてるのよ。部長は歌で弱いというか豆腐メンタルだからね。なんというかコメントが欲しいのよ。ツッコミなりボケなりがないとプレッシャーに耐えられないのよ。なのでなるべく時間があったらプレミア放送来てコメントしてね。そして滑ったボケに突っ込んでセーフにして。無茶言うにゃ。動画で語りきれないところ間違ってるところコメントでフォローをお願いします。目標2023年9月2日19時頃アップしたら X 旧 Twitter とかで報告します。最近もう台本作ってて寝落ちしたりしてるのでだいぶ予定は未定だけども。私も動画編集しててマウス握りしめたまま寝てたりするわ。おかげでこの動画もあった時間不定期よ。顧問はほとんど普段から寝ているにゃ。今回の小ネタ、まずこの改札を見てほしいわ。 X 旧 Twitter で見かけてくくって探したらネトラボさんの記事が引っかかったわ。これはまた強烈にごちゃごちゃしてるわね。これはあれよね、バーチャロン。あ、似てるわね。この辺の色使いとか黒いライン、差し色の黄色、バーチャロンにしか見えなくなったわ。でもなんというかこれデジタルネイティブな我々にもちょっと初見では使い方がわからないわよ。どこに何をかざせというのだって感じね。例のテプラまみれのコーヒーサーバーみたいなことにならないといいのだけど。ああ、そんなこともあったわね。走行機兵ボトムズザ・ラスカルショルダー、ラインスタンプで8月30日から発売らしいわ。これは一発芸きたわね。前から割とアライグマラスカルってこういうフットワーク軽いわよね。そうね。他にもコラボ多いしお酒とかも出ているし、このラスカル自体は1977年に日本アニメーションが制作してフジテレビ系列が放送したテレビアニメだと思うけど。私再放送か何かで見たことあるわよ。主人公が資産家のボンボンで友達が農家のせがれで格差社会感じたわ。そうそう、その主人公のスターリングって作者よね。あ、そういえばこれ世界名作劇場だから原作があるのね。原作はアメリカ合衆国の作家スターリングの推す遥かなる我がラスカル1963。原作者の人どういう気持ちでいるのでしょうね。さあ、むせてるんじゃないかしら。インド製箱型ゴツゴツ SUV。 うわ、すごい、ちょっとポリゴン数足りないみたいなデザインね。しかもこのデザインで街乗り SUV じゃなくてガチガチのオフロード用かつ EP よ。攻め攻めに攻めてるにゃ。この尖りすぎて着地点がおかしな感じになってるのいいわ。かっこいいわ。個人的にはこの辺のパーツの形状、横分からぬ感じのバンパー、アニメミカみたいよね。後ろのここパーツの合わせがめっちゃかっこいいわ。なんかこう全体的にはギャグみたいな見た目なのに細かいところはかっこいいのよね。日本のメーカーは
割ときれいにまとまっちゃうからにゃ。そういうものなの？ホンダには元コンポやロボット作ってた時の森をまたやってほしいにゃ。この前からずいぶんホンダを押すわね。こちらちゃんとチララちゃん可愛いからね。ゴールデンカムイ実写か。あれ、ゴールデンカムイ興味あったの？メカほとんどないわよ。ゴーチャードピストル。ゴーチャードピストル？漫画中、鶴見中尉が使用している銃ね。よくこんなマイナーなの拾ってきたと思うわ。これ実写映画で出てくると思うとワクワクするわ。ゴールデンカムイは一応全巻買ってあるわ。序盤のテンションが好きだわ。あ、中盤だれたところに文句言うつもりね。それはさておき、ゴーチャードピストルよ。パッと見トムルジョイントがルガーみたいだけど、ルガーよりこちらの方が古いわ。ドイツ製ルドウィック・ローベ社設計製造。いい銃なの？いや、普通。普通なのか。銃弾が歴史的なのよ。ルガー P08 は超有名な 9mm 弾丸だけど、ボチャードピストルは 7.65mm ボチャード弾。このリムレス、ボトルネックカトリッジは後の 7.63mm マザー弾の元になったそうよ。リムレス？マザー？リムってのは薬莢のお尻部分ね。これの直径が薬莢の直径と同じなのがリムレス。取り回しがいいわ。リボルバーの銃弾はリムドといって、リムが大きいわ。これはリボルバーは適切な深さに薬莢が刺さるようにリムがあり、逆にリムレスの銃弾はオートピストルのマガジンにスムース装填できるわ。ボックスマガジンの銃はだいたいリムレスね。マーザー弾はみんな大好きモーゼル弾のことね。 7.63×25mm、 7.65×25mm ボリヒャルト弾経由、 7.62×25mm トカレフ弾にもなったわ。この辺細かくサイズが違うのにはいろいろと枠があって、 7.62×25mm トカレフ弾とかこれ、ネックは絞られててライフル弾みたいだけど、無理やり背を詰めたようなデザインでいいのよね。近年の流行りの多い火薬量で小さい弾丸を打ち出すみたいな外観よ。この弾丸はライフリングの桃が激しく、重心の寿命は短くなるわ。エボローでもいいわ。重心なんか消耗品よ。っていう思い切りの良い設計思想が自憶のスレンカーあるわよね。西側の銃弾より貫通力があり、防弾チョッキで防ぎにくいというヤクザ用を出したワー弾丸よ。1930年に開発されて、いわらによりより現役で、いろいろな人がいる。メカブチャンネル。いや、ぜーぜー途中で切ったわね。まあそんなこともあるわよ。仕方がないわね。そんなわけでメカブではメカの細かい話題もお届けします。今回のはほんと細かいわね。あとこっそり現実メカ大量に混ぜてきたわね。こういう細かいのだとメンタルやまないんだけどね。1テーマ長尺だと1人語りはほんとメンタルくるのよ。だからガサラ機械で来たらプレミアムで合いの手入れて。どうせ台本作るときは1人でしょうが。とはいえボケが滑る恐怖をコメントが和らげてくれるのよ。謎解説メインだとボケにくいしほんとつらいのよ。まあそろそろ締めるのにゃ。そうね。せーの、ジークメカブチャンネル。メカブでは部員募集中。チャンネル登録拡散よろしくお願いします。コメント拡散大感謝。目指せメカ部員1億2000万人。では次のメカブの時間、メカブチャンネルで。メカブチャンネルで。